揮した芝将は見事に蜀軍を撃退した。そこには以前の父や兄に依存していた芝将の姿はなかった。責務と覚悟を負った天下の覇者としての姿があった。一方、義弟宗謀は密かに呪春の諸葛丹に接近する。呉の備えである諸葛丹は芝将を慕う将とは距離を置いていた。方向で生じた諸葛丹と芝将の亀裂も修復されぬままであった。宗謀はそんな両者の隙間に入り込み諸葛丹をそそのかす。お前こそが真の庇護者にふさわしいと。芝将の放つ輝きの陰で暗躍する義の怨念。そんな不穏な空気が漂い始めた頃、蜀の脅威が動き出す。前回の出兵からあまりにも早い蜀の再攻勢。そこに敵の準備不足を見た芝将は鳥海と当該を当たらせた。国力を考えず個人の意思を引きずったまま攻め寄せる蜀軍。彼らこそ父や兄が忌み嫌っていた蒙武ではないか。南国に向かう鳥海らを見送る芝将には見え始めていた。この天下を乱す真の敵の姿が。芝将殿、敵の様子を見ろとの仰せ。自分が様子を見てまいろう。待ってくださいよ。おいしいところを持っていくつもりですか。鳥海殿、そんなつもりは。なら譲ってください。どうも。行くぞ。私の力を思い知らせてやる。はっ。蜀軍の様子を見るだけなどぬるい。敵陣を裂き、私の手で勝利を決めてやる。敵将を討ち取った。地に目標を据え、いざ進め。いいの。逃げろ。危ないところでした。援軍感謝いたします。ひとたび戦場に出れば忠実に任務を遂行する。それが期間を早める手だと。鳥海殿が敵伏兵と交戦中ですと。古臭い策に引っかかる。おとなしく私に任せておけばよいもの。見ていろ。伝令、味方総大将苦戦中とのこと。己の器を知らぬ蜀の将よ、この私の前に散ることを誇りに思え。素晴らしい戦ぶり。
射します。援軍とスカイウォース私の手を煩わさないでほしいです。危険な敵を事前に排除して勝敗殿は任務の妨げになる。ああ、そういうことですか。まあ、そんなところだとは思っていました。見事な手並みであられる。自分たちも使命を全うせる。必殺小戦軍、目を見張るばかりの戦ぶり。腕に覚えがあるようだな。負けるわけにはいかん。敵将討ち取った。東より敵援軍が近づいているようです。いかがいたしましょう。敵の援軍、私の邪魔はさせん。橋を落とし進軍路を立ってやる。この先の地形は複雑だ。縦に向かえ。勝敗殿は東より敵の動静を探る。ええ、まあ構いません。今度は邪魔をしないでもらいたいですね。素晴らしい戦ぶり。小戦剣、我らの武名を上げるぞ。悔しいな。ここは引かれば。敵手を討ち取った。負けではない。敵手を討ち取った。と言っても許さんぞ。見ていろ。敵手を討ち取った。